こんにちは、フィフィです。ムン・ジェイン前大統領の逮捕が近いかもしれません。ここに来て、韓国メディアが次々とムン・ジェインさんの疑惑について報じています。今、韓国の検察がムン・ジェイン前大統領を贈収賄容疑の被疑者として捜査しているんですが、なぜ検察がムン・ジェインさんを収賄容疑としたのか、その背景が見えてきました。 韓国メディアはムンジェインさんが元娘婿一家と経済共同体であると検察に判断されたためだとそう報じられています。つまりムンジェインさんと元娘婿の家族が経済的な利益を得ようとグルになって罪を犯したのではないかと検察は見ているということです。 ムン・ジェイン前大統領は娘の元旦那の家族に毎月金銭的な支援を続けていましたただこの元旦那が就職したのを機に支援を打ち切っていますではなぜ打ち切ったのかそれは就職を斡旋したということでもう支援はいらないでしょうということなんです韓国メディアの取材によるとムン・ジェイン前大統領からの経済支援が打ち切られたのは 娘の元旦那がゲーム会社に入社した時とあとは航空会社に勤務し始めた時でした実はこのゲーム会社もそして航空会社のどちらもムンンジェイさんの口利きでで彼は就職したそうです元娘婿の疑惑を捜査している検察はムン・ジェイン前大統領の側近である元聖火台の行政官の斡旋でゲーム会社に就職できたことを確認しています 元旦那はこのゲーム会社で約2年間事務職に就いていました。検察は文在寅前大統領が元娘婿がゲーム会社に就職した後、それまで続けていた生活費の支援を打ち切っていることも把握しています。また元娘婿はゲーム会社を辞めた後、今度は共に民主党の元議員の圧旋で航空会社に入社していることもわかっています。この元議員は タイの格安航空会社タイイースタージェットの創設者ですこの就職もムン・ジェイン前大統領の口利きによるものだとされていますちなみにこの元議員はその見返りとして公益法人のトップの座をムン・ジェインさんからもらっていますでこの時も元娘婿が航空会社に就職するとムン・ジェインさんは元娘婿の家族への経済支援を打ち切っています 韓国メディアはこうした経緯からムンジェインさんと元娘婿の家族は経済共同体と言える関係だったとそう伝えています。ムンジェインさんは労働の対価として元娘婿が給与を受け取ったことがなぜ収賄にあたるのか、しかもなぜ経済共同体なんて言われ方をするのかと容疑を否定しています。 これ、ムンジェインさんは大統領という権限を利用して、圧戦してくれた人にポストを与えているので、アウトです。検察は近く、ムンジェインさんの娘に出頭を求めて事情を聞く方針です。あと、検察はその他のムンさんに関する容疑でも動いています。その一つが、タイで娘が購入した住宅についてです。ムンジェイン前大統領の娘一家がタイに移住した当時、 大統領府の人間たちがわざわざ現地のタイに行って娘の住宅購入などを支援していたという事実を突き止めたと検察は発表していますこれ大統領府がこうした動きをするのもアウトですこの娘のタイへの移住に関する疑惑が持ち上がると大統領府の人間が 対イ,イースタージェットの創設者である元議員とちょこちょこ連絡を取ってはまずいなどうしようかと対応を話し合っていたということも分かっていますこの方はムーンさんからポストを与えられた人ですまあこれ自分にまで問題が飛び火するのを恐れて話し合っていたのでしょう、まあ、つまり自分たちがしていることがまずいということを分かっていたわけです でこの大統領府の人間は主に大統領の家族の違法を事前に防止するためにできたチームのトップを務めていました。大統領の周辺からしたら本来このチームは煙たがられる存在です。大統領は不正がしにくくなります。 かつてはこれがちゃんと機能していて、ノムヒョン政権の時代の大統領の家族が業者など要注意人物と会っているという情報を入手すると、すぐにこのチームが駆けつけて静止するなんてこともありました。ただ、ムンジェイン政権の時はそれが機能してはいませんでした。それどころか誰が見てもおかしい動きをしていたと言います。 大統領の娘一家の海外移住を支援しただけではなく疑惑を覆い隠すための対応策まで話し合っていました。大統領の家族の不正を事前に遮断すべき人物がむしろ疑惑を助けていたということになります。もうやばすぎます。それにもかかわらず、ムンジェイン大統領はこれは政治的な報復だとして、これらのことについて何の説明もしません。 これ政治的な報復だと言い張っているのには訳があります。というのもムンジェイン政権時代に検察との対立があったからです。現在のユン・ソンニョル大統領はこの頃検察のトップを務めていました。彼はムンジェイン政権の数々の不正を暴くために必死でした。権力にこびる方が楽ですが、ユンさんは国のために動き、戦っていたんです。 というのも、本当にムンジェイン政権時代は不動産価格や雇用に関する統計データの改ざんだったり、ごまかしや捏造が横行していました。 韓国経済がめちゃくちゃになったのはムンジェイン政権のこうした不正が原因です。ユン・ソンニョルさんは検察のトップを務めていた当時から意地でもムンジェインさんの不正を暴いてやろうと動きましたが、これにムンジェイン政権は圧力をかけました。だからムンさんは自分がユンさんに恨まれているのをわかっています。 ただ大統領時代から今に至るまでムン・ジェインさんは韓国国民から大人気なので検察は慎重に捜査していますえ決定的な証拠を集めないといけませんえ韓国では強烈な反日を続けてきたムン・ジェインさんこそが国民にとってのヒーローです、まあ、本来なら経済をぶっ壊したムン・ジェイン前大統領は韓国にとって悪もうバ国度のような扱いをされてもおかしくないのに 韓国ではそうではありません文在寅前大統領の支持率ですが政権発足当初はもう80%ぐらいありましたもうこれかなり異例の高さだったんですがある時を境に支持率が下がった時がありますそれがチョグクさんのスキャンダルです疑惑の玉ねぎ男と呼ばれた人物ですチョグクさんは文在寅政権の時に法務大臣を務めていました でムンさんの右腕のような存在でしたがその後彼にはさまざまな疑惑が持ち上がりましたこの方現在国会議員で今祖国革新党という党を立ち上げて党の代表にもなっています彼もバリバリの反日で、まあ、韓国では大人気ですでチョグクさんの疑惑の中でも特に韓国の若者たちが起こったのはチョグクさんの娘の大学入試をめぐる不正入学疑惑でした チョグクさんはこの件で有罪判決が出て実刑になっています、まあ、そもそも韓国の歴代大統領はどの人もスキャンダルだらけですがムン・ジェインさんに至ってはもうご本人も娘もそして娘婿もあとは側近もスキャンダルまみれでしたそれこそムン・ジェインさんの奥さんにも疑惑があります奥さんについては職権乱用疑惑に対する 検察の捜査が本格化していまムンさんの周りは犯罪者だらけですちなみにチョ・グクさんはムン・ジェインさんに対する検察の捜査に対して終始反発しているんですが韓国メディアはチョ・グクさんがムン・ジェインさんをかばうようなこの構図をもうまるで防衛同盟のようだとこのように表現していましたこれ「犯罪者同士仲がいいですよね」と言ってるわけです あと韓国の最大野党である共に民主党の議員たちもユン・ソンニョル政権は自分たちが親日政権だと批判されているからそれをかわすため捜査に焼きになっているんだなんて非難しています、まあ、検察が不正を正すために捜査をするのは当然のことです、まあ、それにしてもなぜ韓国の大統領はスキャンダルが多いのかそれは大統領の権限が強すぎるからです 前のパク・クネ大統領も逮捕されましたパク・クネさんの父親は元大統領で最後は暗殺されていますそして母親も父親を狙った銃弾の流れ弾に当たって亡くなっていますまあ悲劇ですよねそうした悲しみの中でずっとそばにいたのがある新興宗教の教祖の娘だったんですパク・クネさんはその人を家族のように頼っていました ただ大統領になってからも関係に一線を引かずに裏で政府の予算をその女性が関係する財団に流していましたこのスキャンダルでパククネさんは逮捕されましたさらにその前のイ・ミョンバク大統領も結構いろいろありましたこの方も収賄などの容疑で逮捕されていますこのパククネさんとイ・ミョンバクさんのどちらも逮捕されたのはムン・ジェインさんが大統領だった時です まあいずれにしても過去にパク・クネ・イ・ミョンバクという2人の大統領を刑務所に送り込んだ当事者であるムン・ジェインさんは今自分が逮捕されることにさぞかし怯えていることでしょうさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。